一番会社で女の人と男の人が話しています女の人は倉庫に入る時どの順番で入り口のボタンを押さなければなりませんかすみません地下の倉庫に行って資料を取ってきたいんですが入り口の開け方が分からなくてああ最近管理が厳しくなって。 入り口の横のボタンを押さないとダメなんだよ倉庫は3つあるけど何番のえっと、2番ですじゃあ、倉庫の番号は002だねそれと暗証番号も必要だよそうですか暗証番号は725だよドアの横のボタンを暗証番号、開くのボタン倉庫の番号、開くのボタンの順で押してそうすれば すぐドアが開くから暗証番号開く倉庫の番号その後に開くだよはいわかりましたありがとうございます女の人は倉庫に入るときどの順番で入り口のボタンを押さなければなりませんか 2番 2> 電話で女の人と課長が話しています。女の人は、この後、まず何をしなければなりませんかはい、山川工業です。もしもし、田中です。今出張先なんだけど、さっき青空会社の遠藤さんから私の携帯に連絡があってね。はい。昨日の夕方、青空会社から注文が入った商品についてなんだけど、 さっきうちの口座に代金を振り込んだそうだから、入金が確認でき次第すぐ発送してくれるかな。かなり急ぎみたいで、できるだけ早く送ってほしいって。わかりました。新商品のサンプルも一緒に送っておきますね。それは以前送ってあるよ。あ。青空会社の遠藤さんに一言、発送完了の連絡も入れておいて。よろしくね。はい。 女の人は、この後、まず何をしなければなりませんか ?3 番。漫画クラブで、女の学生と男の学生が話しています。女の学生は、 この後どうしますか山田くん、再来月のコンクールに出す漫画の下書き、読んでくれたうん。ストーリーの展開がよく工夫されてて、さすがだなって思った。特に最後、いい意味で読者の期待を裏切る展開になってるね。そこ、結構苦労したんだ。あの、今回は全体的に線を太めに書いたんだけど、どうだったうん。 力強くて話の世界観に合ってると思ったよ。線の強弱も効果的に使われてたし、コンクールでも評価されるんじゃないかな。うん。でも、読む前、パッと絵を見た時に、主役の子のインパクトが弱いなーって感じたんだ。髪型とか身につけてるものとか、もうちょっとユニークにできないかな。うん。やってみる。あ、そういえば、原稿の枚数確かめてある 確か制限あったよね。オーバーすると減点の対象になっちゃうから、多かったら減らした方がいいよ。枚数は指定内に収まってるよ。そう。じゃあ、コンクールまでもうちょっと頑張ってね。女の学生はこの後どうしますか 4番。電話で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後、まず何をしなければなりませんかもしもし、佐藤さん、おはようございます。中野ですが、今日体調が悪くて出勤できそうにないんです。申し訳ないんですけど、ちょっとお願いしてもいいですか大丈夫ですか何でも任せてください。ありがとうございます。 今日中に必ず課長に提出しなきゃいけない書類があるんです。私の机の右側に赤いファイルがあるんだけど、その中の一番上にある見積書。課長に渡してもらえますかわかりました。今確認しますね。あ、これですね。渡す前にコピー取っておきますかうんうん、いいわ。課長、確か今日は朝から昼過ぎまで桜銀行で会議だから。 午後にならないとオフィスに来ないと思うんだけど、直接手渡してもらえますか大事な書類だから。はい。あ、そうだ。今日朝10時からのミーティングで、私出張報告することになってましたよね。先週佐藤さんと一緒に行った出張の。悪いんですけど、それもやってくれますかわかりました。出張報告書もう完成してますか昨日書き直したい箇所があるっておっしゃってましたよね。ええ。 昨日直してパソコンの共有フォルダーにデータを保存してあるので、印刷して会議で配ってください。わかりました。今日はゆっくり休んでくださいね。男の人は、この後、まず何をしなければなりませんか 5番大学で女の先生と男の学生が話しています。男の学生はこの後、資料をどのように直しますか送ってくれた資料見ましたよ。あ、ありがとうございます。これは小学校の交流会で配るものでしたね。はい。子供たちに自分の研究について話すときに配るものです。えっとね、なかなかよくできてましたよ。 難しい言葉も使っていないし。はい。優しい言葉を使うようにしました。うーん。ただ、話が抽象的で何を言っているのかわからないんじゃないかな。この研究が私たちの身近なこんなところに使われていますとか、こんなことにも役に立っていますとかって説明してあげたらいいんじゃないああ、なるほど。はい、わかりました。あとは、 この図もとてもわかりやすいし、問題ないんじゃない子供たちから質問がたくさん出るといいわね。ありがとうございます。すぐ直します。男の学生はこの後、資料をどのように直しますか 問題21番家で妻と夫が話しています。息子の隆くんの帽子はどのようにして戻ってきましたか この間、高しがデパートに行ったとき、小学校の制服の帽子なくしたって言ったでしょうん。デパートのサービスカウンターに聞いたけど、見つからなかったんだよね。もう諦めてたんだけど、世の中親切な人がいて。ほら、帽子の裏に学校名と名前が書いてあるでしょえ、拾った人がわざわざ学校に持ってきてくれたのうんうん。郵送してくれたんだって。へえ。僕も落とし物拾って交番に届けたことはあるけど、 そこまでしてくれるなんて、何かお礼しなきゃね。それが差出人が書いてないの。デパートの近くで拾いましたっていうメモが入ってただけで。そっか。お礼に気を使わないようにって考えてくれたのかもしれないね。息子の高志くんの帽子は、どのようにして戻ってきましたか 2番。2> 電話で図書館の人と男の人が話しています。男の人はどうして貸し出し期間の延長ができませんか 北山図書館です。もしもし、あの、今借りてる本の返却期限の延長ってできますかはい。返却日を過ぎていなければ、貸し出し期間中に一度だけ図書館のカウンターかインターネット上で延長可能です。ただ、他の方から予約が入っている本や、他の図書館から取り寄せた本は延長はできませんが。そうですか。今お手元に図書館のカードをお持ちですか 右上のバーコードの下にあるご利用者番号がお分かりでしたら、延長できるかお調べしますが。あ、お願いします。番号は255127です。本のタイトルは、相撲の歴史です。あ、今のところ予約は入ってないんですが、貸し出し期間が昨日まででした。一度返していただく必要が。え、すみません。うっかりしてて、今日中に返します。 男の人はどうして貸し出し期間の延長ができませんか ?3 番。ラジオでアナウンサーが大人の習い事について話しています。調査によると、 何のために習い事をしているという答えが最も多かったですか 今、大人をターゲットにした習い事が人気で、外国語をはじめ、楽器、ダンスなど、様々なスクールに通う大人が増えています。今朝の新聞に、習い事の目的は何かという調査結果が出ていました。自分の経験から一番多いのは、技術の習得だと思ったのですが、気分転換のためが技術を上回りトップでした。この二つに次いで多かったのは、 新しいことへのチャレンジという答えで知り合いを増やすためというのも多く自分の世界を広げたいという気持ちが伺えます調査によると何のために習い事をしているという答えが最も多かったですか 4番女の学生と男の学生が話しています。女の学生はどうしてリサイクルショップで買い物をしないと言っていますか おはよう。あ、そのジャケットいいね。加藤さん、おはよう。これ、リサイクルショップで見つけてね。1000円だよ。安いでしょ。へえ、今の流行とは違うけど、個性的でいいね。うん。これ見つけた時は、やったって思ったよ。加藤さんも古着とか好きそうだよね。その店、いいものが揃ってるし、リサイクルとは思えない品質だから、今度行ってみたら。うーん。私、 リサイクルショップは行かないんだ。あ,あやっぱり知らない人が着てたものを着るの抵抗あるそれはないけど、行くと安いからって余計なものまで買って後悔するから。以前そういうことが何度もあって。リサイクルショップって今の流行じゃないけど、今着てもおしゃれなのいろいろあるでしょそういうの見ると買わずにはいられなくて。わかる気がする。 女の学生はどうしてリサイクルショップで買い物をしないと言っていますか ?5 番会社で女の人と男の人が話しています。 職場に音楽を流すことについて、男の人はどんな意見を持っていますか男の人です。 ねえ、木村君、部長に聞いたんだけど、今ね、職場環境の改善策の一つとして、勤務時間中にオフィスに音楽を流すことが検討されてるんだって。ああ、職場に音楽を流すと、集中力が上がったり、リラックスできたりして、仕事の能率も上がるって、最近注目されてるよね。私は何か考えてる時に、音楽が流れてると集中できないタイプだから、職場でっていうのはどうかと思うけど、それに曲によっては、 むしろリラックスできないものだってあるだろうし。どういう曲かけるんだろうね。リラックス効果があるかは僕はわかんないけど、とにかくシ因ンとしてると、帰って気が散る方だから、集中できて個人的には大歓迎だな。そう。じゃあ、木村くんの仕事の能率もぐんと上がって。ちょっと、そんな期待しないでよ。 職場に音楽を流すことについて男の人はどんな意見を持っていますか ?6 番就職のための面接で男の学生が話しています男の学生は どんなところが自分の短所だと言っていますか短所です私は 子供の頃から、クラスやクラブでは、リーダーを支えるような役割を果たしてきました。周囲の声に耳を傾け、物事に柔軟に対応することには自信があります。反面、つい受け身になり、主体的に行動したり意見を述べたりということがあまり得意ではないので、その点に気をつけ、仕事ではどんなことにも柔軟性を持ちつつ、根気強く取り組んでいきたいと思います。 男の学生はどんなところが自分の短所だと言っていますか問題31番地域の講演会で女の人が話しています。日本では ここ数十年の間にレトルト食品など調理されている食品の普及が進みました。そのような食品の多くは便利な一方、食べやすく調理されているため、しっかり噛まずに飲み込みがちですが、そのことが現代人の健康にとって大きなマイナスとなっていると指摘する意思も少なくありません。よく一口三十回と言われますが、これを実践すると心身を健康に保つ、 さまざまな効果が得られることが明らかになっています。女の人は何について話していますか ?1。1> よく噛んで食べることの大切さ。2>, 2。足りない栄養を補うことの大切さ。三。 レトルト食品を美味しく食べるための工夫。4。料理を食べやすくするための工夫。2>, 2番。テレビで女の人が話しています。最近の若者は という言葉、皆さんも一度は耳にしたことがありませんか現代だけでなく、きっといつの時代でも使われてきた言葉なんでしょうね。私が10代の頃も、礼儀を知らない、根気がないなどと言われた記憶があります。ただ、その若者を教育してきたのは、親の世代だということを忘れてはいけません。若者がそのように言われるのは、本来手本となるべき大人にも一因があると思うんです。 女の人が伝えたいことは何ですか ?1。1> 最近は礼儀を知らない若者が多い。2>, 2。若者は親に反抗するものだ。3。若者が批判される原因は親世代にもある。4。 若者は親を手本とすす。べきだ。3<番>心理学の授業で先生が話しています私は子供の時ストレスに敏感で不安を感じるとよくお腹が痛くなりました。ある時母が腹痛が治るという粉薬を病院でもらってきてくれたんですが、それ以降、 不安でお腹が痛くなった時、その薬をジュースに入れて飲むと腹痛が収まったんです。ところが、中学生になったある日、母が言ったんです。あれはただの粉砂糖だった。まさかあんなに効くとはね、と。それ自体に力はなくても、飲むことで生じる気持ちの変化が実際に体の反応を変え、よく効く薬となっていたんですね。今日の授業では、この点をテーマとし、 より詳しく見ていきます。今日の授業のテーマは何ですか ?1 ストレスの危険性 2, 2子供が不安を感じる原因 3, 3緊張を解く新しい薬の開発 4。信じ込むことが体に与える効果。4番。ラジオでアナウンサーが家計調査の結果について話しています。先日、政府が家計の収入や支出などを調べた 家計調査の結果が発表されました。支出のうち、娯楽の費用と食事の費用の項目を見てみると、娯楽費は全項目のうち増加が最も目立ちました。これは景気の回復が影響していると考えられます。また、昨年度の調査以来落ち込みを見せていた食費ですが、今回は外食の費用が大きな伸びを見せ、トータルでは 落ち込む以前の水準にまで戻っています。今回の家計調査の結果、支出は前回の調査に比べてどうなりましたか ?1。娯楽費も食費も増えた。2。2> 娯楽費も食費も減った。3>, 3。 娯楽費は増え、食費は減った。4娯楽費は減り、食費は増えた。5番市の集会で市長が話しています。 ええー、ゴミ処理場建設の今後の方針をお話しいたします。先月の選挙では、処理場建設に反対の立場であった前市長を破ることができ、処理場建設に関して、市民の皆様のご指示をいただけたと思っております。ただ、建設をめぐっては、候補地が住宅地に近いことから、一部の住民の方から、環境の悪化を心配し、強い反対の声が上がっており、 候補地を見直す判断をいたしました。これに伴い、工事日程に遅れが生じますが、多額な建設費がかかる大事な事業ですので、慎重に進めたいと考えております。市長は、ゴミ処理場の建設について、どう言っていますか 1>, ?1。これまでの計画通りに建設する。 二、計画の見直しが必要だが、建設する。三、費用が多額になるため、建設しない。四、住民が反対しているため、建設しない。 問題41番うちの会社正月の休みが3週間ぐらいあったらいいのにね。1, 1え三、ー、3週間もなかったと思うよ。2, 2ほんと、それぐらい休みたいよね。3そんなに長くなったの やったー !2 番。2> なんか外が騒がしいよね。どうしたんだろう ?1。1> 多分そうだろうね。2。何かあったのかな 3>, ?3。 どうして知ってるの ?3 番 3> あの大手の緑建設倒産の恐れがあるんですって 1, 1え、その可能性はなさそうなんですか ?2, 2え、倒産しちゃったんですか 3。えそんなに状況悪いんですか ?4 番。学校のみんながあんなに応援のメールくれたのに、僕たち試合負けたって言いづらくない ?1。ああ、もう伝えちゃったんだね。 二。2 2> でも、ちゃんと報告しなきゃね。三 <3 S 2>。えみんなに言いづらくないの五番。リーさん、あのー、新年会の係をやってくれたら助かるんだけど。一。 私でよければ。二。<2? S 1> あの、私は係じゃないですよ。三。あ、やってくれるんですか六番。この棚の引き出し、鍵かけといたはずなんだけど。 一。ああ、その方がいいね。二。それはちょっと、できないよ。三。え、空いてるの七番。急なんだけど、明後日の出張、小野さんの代わりに行ってくれる 一、小野さん、どうかされたんですか二、2> 2小野さんと一緒に行けばいいんですね。三、小野さん、どなたと変わるんですか八番、山本さん、悪いけど。 もう会議室の準備始めてくれないと。1, 1まだ早いでしょうか。2, 2すみません、すぐ取り掛かります。3じゃあ会議は中止なんですね。 9番。森さんって就職するのに親のコネ使いたくないんだって。まあ、わからないこともないね。1。少しはわかってあげてよ。2。2> 森さん、何がわかってないの 3>, ?3。うん。その気持ち、なんとなくわかる。 10番。ああ、明日の歯医者の予約時間手帳に書いておくべきだったな。1。手帳見て何時か確認したら ?2。2> 時間わかんなくなっちゃったの 3>, ?3。書くならペンあるよ。 11番、もう打ち合わせの時間だけど、社長が来ないと始めようがないですね。1、もう打ち合わせしちゃうんですか 2>, ?2、ああ、社長に始めるよう言われたんですね。3、3> うーん、待つしかありませんよね。 12番。先輩、私最近ゴルフ始めたんですが、上達に欠かせないものって何でしょうか ?1。1> うーん、自分に合う道具を使うことかな。2。うーん、練習が足りないからじゃない 3>, ?3。うーん、上達しにくいものは特にないよ。 問題5一番スポーツクラブで男の人と受付の人が話していますあの、こちらに入会したいと思いまして土日含めて週に何回かプールで泳ぎたいんですプールのご利用ですね。 プールの他にトレーニングジムのご利用は希望なさいますかうーん。予算内であれば利用したいですけど、月々の会費は1万円までに抑えたいと思ってます。はい。ご予算に近い会員のタイプは4つございます。まず、ラッキー会員ですと、プールだけでなく、トレーニングジムも何曜日でも好きな時にお使いいただけて、会費は1万1000円と大変お得です。うーん。 それから、シルバー会員も、すべての施設を毎日終日ご利用いただけます。月の会費は1万5千円になってしまいますが、専門の指導員がつきますので、人気のあるプランになっております。うーん、そうですか。プールだけをご利用希望という方には、ブルー会員があります。プールに限ってですが、曜日を問わず、好きなだけご利用いただけます。こちらは、会費が8千円です。 はい。もしジムをご利用になりたい場合は、1回ごとに1000円でご利用いただけますので、月のご利用が2回以下でしたら、ラッキー会員よりお得ですね。えー、お仕事帰りにご利用される方には、ナイター会員がおすすめです。プールが土日、祝日を除く、平日の夜8時以降にご利用になれて、7000円です。あ、休日も利用されるんでしたね。はい。 うーん、ジムは気が向いたとき、月に一回利用するかしないかだし。じゃあ、これでお願いします。男の人は、どの会員になりますか ?1。ラッキー会員。2。2> シルバー会員。 三、ブルー会員。四、ナイター会員。二番、デパートの会議で上司と社員二人が話しています。 今日は屋上の活用方法について意見を聞きたいと思います。今はテーブルと椅子を置いて休憩場所として開放していますが、利用者が少ないのが現状です。もっと良い利用方法があればいいんですが。そうですね。この店は社会人やご高齢のお客様の割合が多いので、そういった方にゆっくりしてもらえるよう、緑あふれる明るい庭を作ってはどうですかうん、明るい庭ね。 私は子供の遊び場を作るのがいいと思います。ブランコなど公園にあるような遊び道具を置いて。うちは親子のお客様の割合が少ないですから、遊び場目当てでそういった方に来てもらえるようになると売り上げにつながりますし。うーん、私は今来てくださっているお客様を大切にしたいと思いますが。あ、カフェを作るのはどうですか青空の下で飲むコーヒーは格別ですよ。 なるほど。悪くはないと思いますが、やっぱり子供を連れたお客様を呼び込めるような活用の仕方がいいんじゃないでしょうか。ライバル店では週末アニメのイベントを開催したりしてますよね。うちも家族で楽しめるイベントを行ってはどうですかうーん、どれもいい案だと思いますが、そうですね。定期的にイベントを企画実行するのはスタッフの負担が大きすぎますね。 それから、12階のレストラン街には、ヘラスからの眺めを売りにした店がありますから、同じようなことをするのもね。今回は、親子連れのお客様の呼び込みが期待できそうな、さっきの案、やってみましょう。屋上を活用するために、どうすることにしましたか ?1。明るい雰囲気の庭を作る。 二、2> 2子供の遊び場を作る。三、カフェを開く。四、家族向けのイベントを開催する。 3番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 3番市民センターで女の人がカルチャー講座の説明をしています来月から新しく始まる講座を4つご紹介しますまず講座1この講座ではボールペンや鉛筆で美しい字が書けるようになることを目指します講師が丁寧に指導しますよ講座にはファッションの色使い服、靴 カバンの上手な組み合わせを学んで、ファッション感覚を磨きましょう。講座3は、着物教室。着物の選び方、着方はもちろん、着物から洋服への変化の歴史や、和室でのマナーなども学びます。最後の講座4は、海外旅行のための英会話教室。生の英語をたくさん聞いて、語学力をしっかり伸ばします。 へえ、いろんな講座があるんだね。どれか受講してみたいな。僕、字が下手だし、字が上手になれるのがいいかな。でも、今って何でも携帯とかパソコンで書くでしょ大して役に立たないかもしれないよ。まあ、そうだね。マリコさんは何か良さそうなのあった来年留学するって言ってたから、語学の講座うーん、それは向こうに行ってから学べるし、ここでしなくてもいいよ。 それより、留学先で自分の国のことをちゃんと話せるように、何か日本の文化とか作法が学べる講座があるといいなって思ってたんだ。ちょうどいいのがあったけど、でも話聞いてるうちにおしゃれについて学べるのもいいかなって。うんうん。僕は服装に自信ないからそれにするよ。そっか。私は二つのうちどっちにするか迷うけど、留学に備えられる方にする。 質問 1, 1男の人はどの口座に申し込むと言っていますか質問2女の人はどの口座に申し込むと言っていますか